はい、えー、この写真はですね、現在、千葉の復旧作業にかかってくださっている、まあ、そっか塾のね、熟成さんのお,お仕事ぶりというか、働きぶりと、あとはメッセージですね。そちらの方を紹介したいんですけども、ああ、やっぱりね、こういう風に台風で大きく崩れて、砂がね、だいぶかかってますね。この砂ってのは、よそから来た砂でしょうね。やっぱりこう、山が近いんですかね。えー、手紙ではこういう風になっています。えー、久保さんこんばんは。本日は、 被災者の方のの方屋根の修繕をいたたししましたあ皆さん、本当に落ち込まれていて元気がありませんでした。うん屋根が仮で、雨ふさぎだけしかできませんでしたが、5件ほど仮復旧ができました。ありがとうございます。えー、電気がないため、えーあ、そうですよね、原始的なやり方しか方法はなく、時間がかかってしまいますが、水、食べ物、発電機など、供給して、えー、確実に5世帯は救えたと思います。明日からもまた 一人でも多くの方を救えたらと思います。ということでね、深夜までお疲れ様でございました。まあ、そういう状況に伝えてくださって本当にありがとうございます。えっと、やっぱりね、わかんないところもありますんでね、うん、わかんないところだらけですけども、えっ、ー、と、これがですね、現場に立ってくださっている方の写真かなと思いますよね。ちょっとサイズ変更していきましょう。はい。えー、こういうふうにね、おおしい姿で屋根の上に立ってらっしゃいます。下の方にいらっしゃるのは同僚の方ですかね。 こちらにいらっしゃいますよね。で、えっ、ー、と、お車、工事車ですか。こう、2台ほど停まっていらっしゃって、えー、あそ向こうが結構見えますよね。これが千葉の風景ですかね。天気がおく曇りがちということでございます。はい。で、その他の写真なんですけども、こちら。こちらは、どうですかね。えっ、ー、と、これもちょっとサイズ変更しておきましょうか。 サイズちっちゃくするとちょっと見えやすくなると思います。どうでしょうかね。こういう風に屋根が崩れて、下の方にね、瓦が落ちてますね。うーん、すごいですね。いや、これ危なかったですね。下に人がいたら本当にドーンとね、壊れていたかもしれませんし、車とかあったら、んと被害を受けていたと思います。はい、えっ、ー、と、3枚目を見たんで、4枚目行きましょうか。こちら。はい、ちょっとサイズ変更、こちらもしてみましょう。 えっと、ブルーシートを上にかけて雨漏りをしないように石で押さえてくださってますね。まあ、これで、えー、とりあえずはあ電気の復旧までね、やっぱり1ヶ月とかかかるという風に、1週間か、1週間から2週間かかると言われてますけども、ちょっとその間はここで雨風をしのげるかなっていうところでございますね。ただやっぱりこういう風に仮押さえてしてても同じような規模の台風が来たらまたすっ飛んでしまいますので、まあ、依然ね、不安は残ると思います。で最後の1枚です。 これはね、夜ですかね。こんな時間まで作業されてたんですね。やっぱり5件ともなると、こういう時間になっちゃうオタクもあるのかなと思いますけども、はい。屋根をこうやって塞いでくださってます。はい。えー、こうですね、うん。こんな感じですか。うん。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。はい。続きまして、ツイッターですかね。えー、青木隆子さんからのツイートが、3000以上のリツイートとシェアを、 私のところに届けてくださいました。本日もお寺を開放しています。拡散していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。鴨川市の皆さんへ2019年9月11日拡散希望。千葉県鴨川市え横なぎさ579ですかね。えー、上倉寺の本堂を開放しています。 えー、通電しておりますので、携帯電話の充電、お手洗いご利用いただけます。この情報が必要としている方に届きますようにいや。本当にありがたいですね。こういう方がいてくださったら、本当に、えー、救われる方もいると思います、えー。もちろんね、遠方の方とか距離の関係とか、いろいろ状況はあると思いますけども、一人でも多くこういうふうに災害時に、あ、自分はこんなことができるなって方が集まると、一人一人は微力でもね、 集まると強腕になると思います。ですから、私なんてできることこれぐらいしかないからとかね。いや、自分は大したことできないからなと思っていても、今ね、SNS がありますんで、こうなんですこれができるんですと。少しかもしれませんけども、一人でもいいので、えー、まあ、私の力を使ってくださいませんかってことで、こういう時こそ、ね、自分の秘めたる力を発揮するチャンスではないかなと思いますので、 一人一人のね、小さな力を集めていきたいなと思います。私もね、こうやって、あの、情報発信をすることで、 えー、情報が少しでも遠くに、そして多くの人に届くと思うんですよ。そういった意味で普段からインターネットメディアを鍛えていた YouTube とかね、Facebook を鍛えているところもありますんで、えー、力の見せ所はこういうところかなと私も思います。皆さんもね、できることが必ずあると思いますし、もしなくてもですね、この記事をシェアしていただいたりとか、こういうふうなことを同僚の方とかね、近所の方、家族の方に噂していただけるだけで、本当にこれはね、すごい大きな力になります。ね、一人が一人に伝えるだけで、1000人が2000人 2000人が4000になりますから、すごい力なんですよ、あなたの力は本当にすごいんですようん、特にね、この私の放送を見てくださる方っていうのは、誰かのために何かしたいっていう意識が強い方だと思いますので、えぜひね、あのー、自分の力なんて大した影響がないからと思わずに、やらないよりは絶対にどんなことでもやった方が、1ミリでも1センチでも進むんですよ。 その力が人間の歴史を動かしているんだと思います。社会を動かすんだと思います。えー、ぜひね、皆、えー、さんの力も集めていきましょう。元気玉のようにね、世界中からちっちゃい頭を、あの、あ力を集めて、大きな力、孫悟空の元気玉にしていきましょう。それでは本日は以上です。